こんにちは。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回は函館本線に乗って日本で一番長い直線道路がある国道12号線の始まりの地点である滝川の国道12号線と38号線の交差点を見てきました。それではまず直線道路の反対側の始まりである美唄市から見ていきましょう。国道12号線は一度走ったことがありますが、直線道路だという意識はあまりなく、周りにある看板などを見てこの辺りが直線道路なのだなと分かる程度でした。国道12号線は岩見沢や美唄、砂川など大きな町を結ぶ主要の道路であるので、いろいろな店が並んでいて、とても賑やかな通りになっています。昔では考えられませんが、北海道は今は道路を中心にして町ができていることが多いので、駅は意外と寂しかったりしますよね。昔の名残で多くの駅には農具用倉庫が並んでいることが多く、ここから本州や道内各地に農産物が運ばれていったのかなと思うことがあります。
道12号線は美唄市の甲州内というところから滝川市の12号線と38号線が交差する間の区間 29.2 キロが直線道路になっています。これは北海道での歴史もあるのですが、周りは町ができておらず道もなかったのです。札幌から旭川へ行くのは石狩川を登っていくほかなく、早く道路を作ろうということでこの道路が作られたのです。なんとこの道路は90日で作ったということなんですね。この道路を作ったのは誰なのかというと、囚人たちなんです。美唄市のお隣にある月形町にある刑務所から多くの人がこの地にやってきて道を開拓していったんです。湿地や沼地などとても大変なところも全て開墾していって、まっすぐな道路を作ったんです。多くの犠牲者が出たので砂川市には慰霊者を、この工事で亡くなった人たちを慰霊するために慰霊碑も作られました。まもなく滝川駅に到着します。滝川駅は根室本線も接続していて、かつてはとても賑やかな町であったことがわかるような町並みになっています。商店街にはアーケードがあり、それがとても長く大きいのです。また12号線の直線道路の終点である12号線と38号線が交差していて、交通の要素であったことも分かりました。滝川駅は滝川駅から発車する根室本線は滝川駅から発車する根室本線はかつては札幌から道東、帯広や釧路へ向かうとても主要な幹線でした。今では夕張を通る石勝線にその座を奪われてしまいましたが、それまではとても賑やかな路線であり、滝川はその交通の要所だったのです。鉄道でも道路でも交通の要所であったのだなということが今回街を歩いてみて分かりました。
町の様子も少しだけご紹介してみたいと思います。大きな道の交差点のところにはこのような看板がありました。それによると北に向かう国道12号線と東に向かう国道38号線がここで交差をしています。こちらが38号線になります。今見えているのは新十津川方面へ向かう道になっています。新十津川といえば学園都市線の一番北の端である新十津川駅があるところになります。そして反対側は富良野へ向かう道路になります。これは根室本線とほぼ並行して走っている道路になります。主要な都市へ向かう道路が交差している場所になるので滝川は物流の拠点でもあったと考えられますね。こちら側は国道12号線旭川方面になります。そして先ほどの看板が立っていた北洋銀行の建物がこちらになります。この建物は昭和7年に建てられたものになります。石造りの立派な建物ですね。北洋銀行は割とこういう建物が多いのですが、これだけ美しいのはなかなかありませんね。反対側にあるのは明治の末期に建てられた丸い今井滝川支所の建物になります。かなり大きくて立派なものですね。そして見ていただいてわかるように商店街のところにはアーケードがついています。こちら駅から10分ぐらいの距離にあるところなんですが、駅前からずっとこの辺りまで商店街のアーケードが続いていました。かつては多くの人がここを訪れてたくさんの買い物をしていったんでしょうね。今はシャッターが閉まっていることも多いですが、実は来たのが9時台だったのでまだシャッターが閉まっているのは致し方ないことかもしれません。滝川駅には駅前に高速バスのバス停があっていつも多くの人が待っています。良かったと思ったら高評価
つまらないと思ったら低評価、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。